上板町立松島小学校は、徳島県板野郡上板町加治屋源氏北原にある、公立小学校。1874年、比企の村東原で、伊坂周平が営んでいた、私塾、東野校が、比企の村の管理となり、東野小学校と改称され、学生による、新しい小学校として発足した。1877年に、比企の小学と改称。 1887年七条尋上小学校に統合され9匹の小学は七条小学校の匹の文教場となった。1889年長尊政の施行により松島村が発足。1892年、匹の文教場は松島村立匹の尋上小学校として独立再開、匹のあざ天神の正統用鎌屋を買収。 改造して移転した。1895年、引きのあざ東原に56坪の校舎が建てられ、移転した。1909年、七条神常小学校と合併し、松島神常高等小学校に統合された。なお1882年、泉谷村学堂を対象にした、泉谷小学校が開校したが、教師の不足から1889年閉校し、 泉谷の学童は再び、引き野小学校に通うことになった。1874年6月学生交付により、7条村あざ混合3番地の民家を借り上げて、校舎として使用し、新海小学校として開校、同年8月公立、7条小学校と改称された。1883年7条村あざ混合31番地に30坪の校舎が新築され移転した。 1889年町村政の施行により、松島村が発足し、松島村立七条尋常小学校と改称した。1909年引きの尋常小学校と合併し、松島尋常高等小学校に統合された。なお1874年7月、鍛冶屋原村高原寺内にあった寺子屋、高原塾が、学生により、高原小学校と改称して開校したが、 1877年七条小学校に統合され並行した。1909年、引き野尋上小学校と七条尋上小学校を統合、さらに高等化を併地し、梶谷源げ北原34番地に松島村立松島尋上高等小学校として新設された。1914年、板野郡松島尋上高等小学校と改称。 1941年、国民学校令により、松島国民学校と改称された。太平洋戦争中は、大阪市西淀川区の副国民学校の学童疎開を受け入れた。1947年学生改革により、松島小学校に改称1955年、町村合併により、上板町が発足し、上板西小学校。 翌1956年、上板町松島小学校と改称した。1972年、大阪市立副小学校と姉妹校を締結。1974年は前身である引きの小学校、七条小学校創立以来100年に当たり、創立100周年記念式が行われた。1952年、ありがとうございます。